こんにちは、タイハッピーです。今回の動画は仮面ライダービルド BCR-02 のゴリラモンドフォームボトルチェンジライダーシリーズの2弾ですね。はい、裏にはラビットタンク、そしてホークガトリング、今後出る予定のものも書かれてます。はい、そんなわけで開封。今年はね、なんかフォーム数が非常に多そうなので、果たして全種類出るのかどうか、すごいね、今から不安です。はい、まずはね、武器ドリルクラッシャーのガンモードです。前回1弾がブレードモードだったんですけど、大きさがねちょっと違います。すごいコンパクトになってますね。ブレードモードは長いんですけど、ガンモードはちっちゃい。はい、半身のゴリラ側です。こうして見てみるとね、やっぱり分割した状態だとかなり独特な形。そしてこちらがダイヤモンド側です。で、このゴリラとダイヤモンドベストマッチで合体、ここを合わせてパチッと止めれば完成、ゴリラモンドフォーム。そして違う角度からパチッと、このね、見事にマッチする、そのなんていうんだろう、感触っていうのは心地いいです。で、こちらが顔なんですけども、ゴリラ部分とダイヤモンドメタリックなんですけど、胸とか肩はちょっと透明のね、クリアパーツではないので、なんかチープな感じがします。で、可動は当然ながら首輪なしと、で、この腕がここまで付け根ですね、回転はします。そして可動域はもうね、おなじみです。この二の腕と肘、そしてこの指と手首で、反対側も二の腕と肘、あと手首ですね。指が可動なしで、足がここまでで、太もも、そして膝で、足首ですね。このやっぱね、片腕だけすごいごっついゴリラなんていいですね。手首は回転、ただ拳に穴が開いてないので、ベルトは持たせてぐるぐるっていう再現はできないですね。ちなみにベルトのレバーのとこまで拳いくのかな。あー、ちょっときついかな。ここが精一杯かな。ちょっと無理がありますね。そして少し前に出たね、食玩のゴリラモンドとの比較なんですけれども、まあこうして比べるとね、やっぱり、属性がね全然違うんですけども、食玩の方がねよりリアルな気がします。なんといってもね、集めやすさっていうのはこっちの方が勝ってるかなと。もう少しね、ダイヤモンドサイドキラッとしててもよかったかなっていう感じはしますね。なんか水色っていう感じがします。一応パールは少しね入ってます。腕周りはもう樹脂の成型色ですね、薄い水色みたいな感じです。では早速分解。これがね、またちょっとよく慣れてない、ボタンを押さずにそのままね分解した方がやりやすい気がします。そしてタンクサイドにゴリラ、ゴリラタンク、そしてラビットダイヤモンド、はい、組み替え完了です。手軽にできるのが特徴なんですけれども、上半身がうまいことねくっつくところ見てるのが楽しい。で、足なんですけれども、共通のパーツはここですね、右足、つま先は別パーツなんですけど、これがね同じパーツですね。で、ラビットの方はスプリングの造形があるんですけれども、ゴリラは違います。で、共通パーツ、部品なんですけども、背中なんかはもうね一緒ですね。前半分だけ別パーツがくっついてる、そんな印象ですね。こうしてね、組み替えで2体のフィギュアが揃うと、1号ライダー2号ライダーみたいな、そんな雰囲気にも感じ取れます。ガラッとイメージが変わるのが面白い。共にね、ドリルクラッシャーを持たせたゴリラタンク、そしてラビットダイヤモンド、これもね、今後いろいろ出てくるようなので、数が増えるとね、またオリジナルのフォームどんどんね気軽に遊べるのがいいかなと思います。本当ね、このすいませんピンボケ、分割はねよく考えたなっていうのはね毎度思います。ほい、これで分離。そしてね、元通りラビットタンク BCR-01 で、そして02、ちょっとねやってみたかったのがバゴッとしたもの腕につけてみました。意外に合うね。
はい、そんなわけでね、今回の動画は BCR ボトルチェンジライダーシリーズの02番仮面ライダービルドのゴリラモンドホームでした。まあ、その他にもね、同時発売の商品ありますので随時やっていきますので、ぜひどうぞ。はい、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。ちょっと空白もったいないから、なんかボトルでも並べようかな。お、なんかいい感じ。はい、そんなわけでね、ご視聴ありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。では。